蓮舫、デマを流し逆切し逆て逃亡。10日に蓮舫さんが都知事選で当選された小池都知事に対して祝辞を送られたイスラエル大使や小池都知事に対し歯医者ですが言わせてください当選直後にこの外交は私の考えではありえません都民の1人としてもとても残念ですなどと小池都知事が イスラエル大使にあったかのようなデマを垂れ流しさらにデマだと指摘された後にそれならばこそきちんと皇旗撤回を要請してほしいですなどと意味不明な逆ギレをなされてしまい矢が殺到し大炎上してしまっております蓮舫さんはこの発言を削除され逃げられてしまっておられますが このデマを受け、東京都が駐日イスラエル大使は2022年4月に着任挨拶のため東京都庁に来られました、ご参考までになどと批判しているため、東京都が動いている時点で業務妨害が成立する恐れすらございますが蓮舫さん、まあ、とことん能力不足だなと感じてしまいますけれども、批判ばかりすらまともにできず、 デマばかりとなっっててしままおられます蓮舫さんの最近の言動、輪をかけて広くなっているように見えてしまいますが、事実に基づかない主張は、何の意味も価値もなく、無駄でしかございませんので、少しですね、もうこれ以上暴言を垂れ流されないように、お休みなされてはいかがでしょうか。以上になります ご静聴いただきありがとうございました。